だティナちゃんですよね。そうです、あ、覚えてますあれ、あれす、なんで走りが巧妙な北日本ラインで、新座選手の番手につけて4番 の、 佐藤慎太郎選手もつけました。まあ、1着は、ね、難しいと思うんですけど2着あたりに結構来る可能性高いと思います。で、北井選手、まあ、今日はね、さあ2周目に入ります。先頭は9番の脇本、そして2番の古性優作2番手、そして3番手に5番の清水博人です。さあ中部、四国ライン、そして1番のさあ昨年の賞金王、松浦優竜です。そしてその後ろにさあ若きエース、増木匠、そして6番の北井裕樹、今日は後ろからその後ろに深谷智弘です。さあ難関ライン、今日さあ後ろから新山恭平と、さあ佐藤慎太郎は残り2周回打者を兼ねる、さあ打者周回に入ります。新山がさあここから前向け、期待勇気ある、さあ譲らない期待と、そしてさあ新山前向けの争い、さあしっかり本来と長い、これはさあ期待勇気、そして期待のみのさあ勇気、さあ3コーナーに向かいます。期待勇気が先頭、そしてさあ2人と2人待って、そして脇本がさあずるずる上昇していく、さあ脇本がこれは上昇してさあ2人と、するすると松浦裕二、さすが昨年の賞金王、意地を見せました松浦裕二です。3着、2番の古性優作です。勝ったのは松浦裕二です。9番、脇本、
ね。残念でした。1番9番でした。この車に乗って宇宙の果てまで皆さんと一緒にね走り抜ける。まあ今日はね、選手たち、自転車に乗った選手たちがね最後まで走り抜けたようにね、何があっても何があっても全世界そして宇宙の果てまでね、まあ理想の車で美女と一緒に今日のね平塚湘南エンジェルと一緒にね、湘南エンジェルと一緒にですね、まあ宇宙の果てまで、そして理想の車で、本当に宇宙の果てまで、ね、果て走り抜けて、まあ皆さんにね利益をどんどん分配して、皆さんにもですね理想の車を買っていただいて、自転車かどうかわからないですけど、ある人にとってはですねボートだったり、ある人にとっては馬だったり、ある人にとってはねキャンピングカーだったりね。ランボルギーニだったりすると思うんですけど、理想の車でね、皆さんと一緒にですね、宇宙の果てまで、まあ、走り抜けようという決意でね、まあ、ちょっと平塚競輪場の方からね、お伝えしました。今日からですね、8月18日、日曜日まで、決勝戦までね、平塚競輪場の方で行われます。そして、現地に来れない方もネット投票とか、電話投票でね、オールスター競輪の方に、ね、参加できるので、ぜひね、まあ、皆さんに、ね、理想の選手に、ね、投票して、ね、あわよくば後輩と、ね、狙ってほしいと思います。ということで、本当にね、まさに魚沼トークンで、魚沼の、ね、名前を全世界、そして宇宙の果てまで広めてね、そして、まあ宇宙の果てまで走り抜いてね、もう皆さんに後輩と配って、そして理想の車を手に入れてもらって、そして湘南エンジェルと一緒にですね、まさに湘南海岸をねドライブしてほしいなっていうふうにね、心から祈ってます。そのために全力で、2024年の後半もね全力で走り抜けます。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。